今日はですね、あまり私たちの製品の説明はできるだけ省きまして、皆さん必ず聞いたことあると思う HTML5、 ちょっと言いにくいんですが HTML5 の現状とそのブラウザのサポート状況とか、あと簡単なアプリケーションを通してそのどういうふうに作るのかというのをですね、学習していただこうというセッションでございます。これから HTML5 の基礎と主なですねタグ、特にオーディオビジュアル系、そして 2D、3D 系の機能で、最後にモバイルのお話をいたします。で、時間があれば私たちの製品の簡単なデモをしようかなと思っております。まず皆さんちょっと心に留めておいていただきたいのは、この HTML5、 書籍もいっぱい出てますし、ウェブサイトも結構いっぱいありますけども、まだ標準化の作業中でございます。標準的なそのタグをどうするという話じゃなくて、最後の勧告を待っているという状況ですね。なので完全に正式に決まったという状況ではありませんが、最近のブラウザーやモバイルのブラウザーではほぼサポートされている状況ですし、いろんなウェブサイトやアプリケーションで採用されて使われていますから、普及してないというわけじゃなくて、逆に非常に普及し始めているプラットフォームでございます。で、もう一つはこの HTML5 と言っているその言葉の中にですね、何が含まれているかというのをもう一度確認しておきたいと思います。ここにスライドにあるのはですね、その私たちが普段 HTML5 と言ってなんかアプリケーションを作ったりする場合には、講義の広い意味の HTML5 と呼んでいます。中身何かというと、 HTML5 特有のタグとか機能を競技の HTML5 と呼んでますが、それプラスカスケードスタイルシートの最新版の仕様ですね、画面の色をグラデーションつけたり回転させたりレイアウト決めたりするその機能プラス、ウェブブラウザーが搭載している標準的な、まあ、これは決まっているんですけども JavaScript 向けの API ですねを利用する。で、この3つを合わせて HTML5 を、まあ、それを使ったアプリケーションと呼んでいます。で、今日はこの3つの中のですね、 HTML5 の話と JavaScript API の話、ただ私たちの製品を使うと JavaScript API はあまり使わなくてもコンポーネントが用意されてますので簡単に作れますが、そのお話をいたします。で、カスカドスタイルシートについては非常にあまりにも範囲が広すぎてですね、今日これで説明するのも非常に難しいので、簡単なデモを通して皆さんにご説明しようと思っています。さあ、この HTML5 ですが、ブラウザのサポート状況をもう一度確認します。列挙されているのは、まあ、サポートされているなという状況のウェブブラウザーです。まず IE9 より古いものは書いてませんね。IE9 までは HTML5 のサポートは非常にプアで、ちょっと使えないと。もちろん標準的なタグとかは使えると思うんですが、フルにですね HTML5 の機能を使おうとすると Windows 8、Windows Phone 7、Windows RT のタブレットに載っている Windows 10ですね、Windows 10が必要、インターネットエクスプローラー10が必要になってきます。と、あと Firefox は最新版もう15が出ましたが、 Firefox15、 Chrome 最新版、 Opera、 Opera、皆さんご存知かもしれませんが非常に有名なウェブブラウザーですね、 Opera。 そして MacOS 向けでは Safari になっています。で、これ全てですね、 HTML5 のサポート状況非常にいいですね、まあ、この理由は後で分かります。で、モバイルに関してはちょっと状況が良くない。タグとかですね、基本的な機能についてはモバイル向けのウェブブラウザー iOS であったり Android であったり BlackBerry はいいんですが、それでもやっぱり足りない機能があります。サポートされていない機能で、 Windows Phone に至っては搭載されているブラウザーが IE9 ベースですので、サポートが非常に悪いということになっています。さあ、今言ったそのウェブブラウザーのサポート状況を確認するにはどうするかということですが、皆さん一度ですね、今でもいいんですけど、家に帰ったら HTML5 テストという文字列を入力して検索するとウェブサイトに引っかかります。この html5test.com のサイトに行きますと、自分のウェブブラウザのサポート状況がどれくらいなのかを500点満点で判定してくれます。それ以外にも他のウェブブラウザのバージョン、細かいバージョンのブラウザがどれくらいのサポート状況なのかを500点満点で教えてくれると。私のですね、サファリでテストで、ウェブサイトに行きます。で、そうすると私の MacOS のライオン上のサファリ6ですねの、まあ、今いろいろ解析しています。319点ですね。
あんまり良くないんですね、意外と。で、それ以外にもタブレット向けとかモバイル向けの他のブラウザの点数が何点なのかっていうのは見えます。まあ、一番いいのは Chrome21 の最新版、437点。満点、まだ500点満点なんですけども、500点にはいってないと。まあ、完全じゃないってことですね。見るとですね、オペラが結構いいですね、385と。インターネットエクスプローラー9を見ると138なので、まあ、ほぼ全然使い物にならない、ね。10だともうちょっといいんですね。319ですから、ちょっといい感じ。まあ、それでも、Chrome とか Firefox、Safari に比べると非常に悪いです。タブレットはどうかと言いますと、意外にもリサーチモーションのプレイブックですね。非常に高い点数を出しています。それ以外にも、オペラモバイル、これ非常に有名なモバイル向けのブラウザーですが、非常にいい点数を出してますね。スマートフォンに至っては、だいたい横並びというんですか、あんまり変わらないですね。Chrome、オペラモバイル、Firefox、あと iOS のサファリですね。だいたい似てます。で、ずっと見ていくとですね、だいたい260点ぐらいの点数がないと、HTML5 のアプリケーションがちゃんと動かないかなと。まあ、満点はないんですけども、大体皆さんのブラウザーで見ていただいて、260点以上あれば、社内システムで HTML5、もしくは配布するアプリケーションで HTML5 のアプリケーションを、使っていいかなというふうに判定が可能でございます。ぜひですね、この HTML5test.com、訪れてみてください。先ほど見せたページですね。はい。さて、では HTML5 の基礎について学んでまいりましょう。これまでドックタイプのタグとかですね、文字コードのタグ、メタタグですね、結構長ったらしかったんですが、HTML5 からは結構簡略されました。簡略化されました。単純です。本当にこんだけ書くだけでよろしい。2つ。で、カスケードスタイルシートと JavaScript に関しては、もうあらかじめデフォルトがカスケードスタイルシートの CSS とかですね、JavaScript 決まってますので、省略可能ですので、非常にタグがどんどん簡潔になっていきます。これいいですね。で、それ以外には、新しいタグが増えてます。ヘッダータグ。なんかあれ ?HTML にヘッダータグってあったかな?あれヘッドタグなんですね。ヘッダータグ、フッタータグ。それ以外にも、特定領域を示すためのセクション。これ自体なんかその、ビジュアルになんか加工されてなんかウェブブラウザ見えてくるっていうわけじゃなくて、カスケードスタイルシートを指定するときに使えるその特定の領域を示すタグとして使ったりとか。で、アーティクルってタグが増えていて、ここからここまでがその、ウェブページの記事のコンテンツの内容ですよというのを、マークするために使えるアーティクルタグなどがあります。まあ、それ以外にもあまり使わないかもしれませんが、フィギュアとは図表ですね。で、図表の領域、そしてその図表のタイトルを示すタグ、専用に用意されています。さらにはハイライトするためのマークタグも用意されています。あとでちょっとサンプルをお見せいたします。それ以外にも、ある項目のディテールの部分とサマリーの部分を、領域としてその、タグとしてマーキングするものが用意されています。はい。じゃあちょっとこのタグを見てみましょうか。で、ただちょっとスライドを一番最後見ていただくと分かるんですが、もちろん HTML4 の時代というか、まあ、今はそうですけども、昔からあるタグは依然としてサポートされていますので、まあ、使ったことないかもしれませんが、DEL とか DT とか DD のようなタグなどももちろん今まで通り使っていただいて結構でございます。で、どんなページになるかというとですね、まず、例えばこんなページですね。先ほど言ったドックタグ、ドックタイプのタグ、キャラセット、で、タイトル、カスケードスタイルシートでボディタグがあります。ここまで一緒ですね。中にヘッダーとフッダーってタグが増えてます。コピーライトとかを書くのに便利なタグ領域ですね。中にはなんかその中にですね、文字列が書いてあるんですが、 HTML5 の部分だけはマーキングしてハイライトされるようになるはずでございます。アーティクルの領域があって全体をセクションで囲っています。アーティクルとセクションに関しては別に
見た目的に変わるってことはないです。カスケードスタイルシートを使わなければね、はい、で図表の領域がありまして、図表のキャプションもあります。でディテールサマリーで名前、まあ、こういうふうなタグが書いてある。これ HTML4 の時代のタグですね。これをまず IE10 だとちょっと良くないので IE10 にして見てみますね。でカスケードスタイルシートの、色付け、ヘッダーとフッターのところを黒色にしてます。まあ、こういうのを使ってですね、ヘッダーとフッターを表現し、マーキングされたハイライトの部分、これよく検索結果としてそのウェブページ見たときに特定のそのヒットした文字列の部分だけ黄色で反転して見えてることありますよね。まあ、そういうときに使ったりします。はい、まあ、注目してほしい場所をマークとして使う、タグを使うということですね。図表があってキャプションがあってサマリー、まあ、これは普通のタグです。じゃあ同じページを今度は Chrome で見てみます。はい、見え方はほぼ一緒です。ですがサマリーの部分、新しい HTML5 のタグの部分に関してはディテールとサマリーでなんか勝手に効果つけてくれてますね。フッターも自動的に移動しています。特別私が何かやったわけじゃないんですけども、タグがですね自動的に処理されているのがお分かりいただけるでしょうか。で同様のページは、Firefox の15、ちょっと起動が時間かかってるかな、一緒ですね。サマリの部分は IE と同じです。オペラも同様です。でこんなふうにですね、HTML5 のタグプラス HTML4 のタグがこれまで通り使えると。でもう一つ重要なことですが、これまでクライアント側で JavaScript を使って文字列の入力チェックとか、その正規表現を使ったパターンのチェック、送信前ですね、ボタン送信ボタンを押す前のチェックなどを行っていたと思うんですが、まあ、サーバーサイドでやんなきゃいけないのはもちろんですが、クライアントサイドではちょっと楽になります。フォームのバリデーションのタグ、要素が増えてまして、入力必須なものはリクワイヤードというのをつけておくと、送信しようとしてもブラウザー側でブロックしてくれます。で入力文字列のパターン、例えば、郵便番号とか、電話番号とかっていうのを正規表現を使ってパターンでですねチェックさせることができます。で E メールや、もう入力するタグとして使えるんですね。インプットタイプ E メールで出せます。ただあんまり厳密なその E メールのチェック、アドレスのチェック届くかどうかってことはやってくれませんし、アットマークがあってドットなんとかってあるかな、まあ、簡単なチェックしかしてませんので正規表現使った方がいいかもしれません。ただ簡単にチェックするぐらいだったらインプットタイプ E メールって書けばウェブブラウザーでチェックしてくれます。もちろんリクワイアードをさらにつけてもいいですよ。で日付ですね、日付を入力させるコンポーネントとかをウェブブラウザー上で表示して、 JavaScript を使っていろいろやったと思うんですが、最新のブラウザーを使うと場合によっては、ちょっと言い方が微妙ですが、場合によっては日付を入力するポップアップウィンドウを出すことができて、ブラウザー側に入力させることが可能です。ちょっと今の説明したタグの動作を見てみましょう。まずコードはですね、今言った非常に10行ほどのコードになります。 HTML の、インプットタイプテキスト、ただしリクワイアで、郵便番号のところに関しては正規表現を使っています。で E メールのタグ、インプットタイプ E メールですね、インプットタイプデート、それぞれ、入れてます。で送信ボタンがありますので送信をしようとするわけですね。まず IE で表示して、入力が必須の名前を空っぽにして送信ボタンを押すと、これ IE が勝手に出してます。これは必須フィールドです。私が文字列を入力したわけじゃないんですけども、こういうふうに出てきますね。郵便番号のところのチェックは形式がおかしいから次の形式を使用してください。ちょっと後ろ消えてますけど、なんか使えるタグが属性があるんでしょうね。で E メールに関しては、それも形式としてですね、チェックしてくれる、アットマークがついてないとダメとかですね、簡単チェックをしてくれます。誕生日、ここはですね入力しようとしてもなんか助けてくれるポップアップは出てきません、まあ、サポートが完全じゃないんですね。じゃあ同じページを Chrome で見てみましょう。
名前のチェックの仕方、ちょっと表現違ってますね。文字列を入れます。郵便番号、これは半角ですね。ちょっとフォーマットが違うと指定している形式が違うと、3桁ハイフン4桁にすると問題ないと。送信はできました。文字列を入れて、E メール入れて、誕生日の部分ちょっと見え方違いますね。こんなふうに日付を選択するダイアログをブラウザーが出してくれます。ただ先ほど言ったように、ブラウザーごとによってですね、チェックしてくれたり、デート型の入力を補助してくれたりする、動き違うので注意が必要です。ちなみにオペラではどうなりますかね。オペラだとビヨンって動いてます。で、誕生日はちょっと見え方は違いますが、日付を入力するダイアログが出てくると。まあ、IE インターネットエクスプローラー以外はまあちゃんと対応しているので、 IE 以外は使うと。で、モバイルのブラウザに関してはもうちょっとサポートが良くないので注意が必要です。では先に進みましょう。オーディオタグというのが使えます。で、音を鳴らしたり、特定のアクションのタイミングで音を鳴らすことができるんですね。ゲームとかに使えるかもしれません。学習用のソフトを作るのにもいいでしょう。タグを見てると分かるんですが、ちょっと面白い書き方が必要になります。オーディオのフォーマットは結構種類があるんですね。で、ブラウザーによってサポートされているフォーマットがいろいろあります。なので、できる限りたくさんのフォーマットをですね、だいたい3つぐらいか4つぐらいは用意して持っておいて、オーディオタグの中にソースタグを複数行書いておきます。で、順番が結構大事で、最初の方に見つかったものからウェブブラウザーが再生しようとしますので、順番ちょっと考えないといけないです。まあ、こういう順番で MP3 から書いておくといいかもしれません。とにかくブラウザーによって最適なものを勝手に選んでくれるので、複数のフォーマットは必要ですが、こうやって書いておけばいいと。はい、で、このオーディオタグ使いますと、オーディオを再生するバー、そのコントロールみたいなのが見えちゃうんですね。音を鳴らしたいだけなのに、その再生ボタンとかストップボタンのタグとして、まあ、使えますから、一般的には隠しておいた方がいいかもしれない。これカスケードスタイルシートの、ビジビリティヒドゥンを使うことによって、その再生機能とかもちろんその音楽の機能を持ってるけどもタグを見せない、あ、ごめんなさい、ビジュアル的にそのコントロールを見せないということが必要かもしれません。まあ、何が言いたいかと言いますと、今スライドに出ているようなこのウェブブラウザーの下の方に3つ音声を再生するコンポーネントが見えちゃってる、実行時にですね。で、これ消したいわけですね。ただイメージをクリックした時に、そのクリックした動物の鳴き声を再生したいというわけですね。で、ここはですね、ちょっとサンプルがありますので、それを見ていただきましょうか。これは弊社の製品で作ったページです。で、コードを見ると大したことは書いてません。コンポーネント配置して、フォーマット、ごめんなさい、特定のフォーマットの、MP3 とか、その画像じゃない、オーディオのファイルがリンクしておいてあるだけなんですが、そのタグに対してプレイってメソッドを呼ぶと再生されると。で、ここにコンポーネントを配置しています。これは弊社の製品で、そのオーディオタグをラップしたコンポーネントなんですね。でも、ビジュアルなコンポーネントですね。で、初期状態では見えちゃうのかな。今実行しているのは Chrome を起動してアクセスしようとしています。いろいろ VM とか動いてて遅いんですけど、失礼。で、わざと今カスケードスタイルシートを使って消してます。で、イメージをクリックすると JavaScript のプレイメソッドを使って、聞こえますかね、なんかそんな音を鳴らしてるんですね。うん、はい。で、ちょっと先ほど言ったビジビリティのタグ、ごめんなさい、カスケードスタイルシートを使ってですね、見るようにしましょう。私たちの製品のコンポーネントでいうと、ヒドゥンですね。デフォルトでは見えるんですが、
で、こうすると、こんなふうに、その再生するためのオーディオタグが見えます。で、これで再生はできます、このまま。こういうことですね。はい。だからそれ隣にこの辺にあるはずの、オーディオタグはビジビリティヒドゥンにしてますので見えない。だから画像をクリックすると JavaScript 経由で JavaScript API を使って再生することができます。止めることもできるしと、ね、まあ、どの辺再生してるかも分かるかもしれません。では次の話題に、次はビデオ、動画でございます。動画も先ほどのビデオ、オーディオと同じように複数のフォーマットが存在していまして、またブラウザーによってですね、再生できるフォーマットがあるわけですね。で、ビデオタグを使うんですが、その中にやはりオーディオと同じでソースタグを複数行書いておいて、最適なものを使ってブラウザーに再生してもらうと、まあ、その辺はブラウザー任せになります。で、ビデオタグに関してはその幅とか高さとか、もちろん表示する領域を指定することもできます。ちっちゃく見せたい場合にはタグのウィルスとかハイトをちっちゃくしておくと。ただそのコンポーネントは最大化できま、フルスクリーンにもできますから、使い勝手はかなりいい感じですね。ちょっと問題点がありまして、画像動画のそのデータを読み込むときにプリロードのタグとかを使ってですね、先に読み込んでってすると、ちょっと再生できるようになるまでちょっと時間かかるとか、ネットワークの状況によっては調節が必要かもしれません。で、複数のビデオを再生できるコンポーネントがまたこの私たち製品には搭載されていますので、ボタンを画像をクリックしたらプレイボタンを読んで再生させることができます。で、一般にはですね、それプラスよく使われているテクニックとして英語の動画、まあ、私たちの製品のプロモーション用の動画もですね、外人の人がデモしたりします。で、そこに、字幕をつけて、皆さんにご紹介していると思うんですが、字幕をつけることもできます。そういうライブラリーも用意されてまして、特定の秒数のところに来たらこの文字列を字幕として表示しよう、そのもちろんそのビデオタグの中に字幕を出すんじゃなくて、ビデオとは別のタグのところにダイナミックに文字列を表示してリフレッシュするということができるようになります。 Qpoint.js というライブラリがありますので、ぜひこのウェブサイトを見てみてください。ビデオの再生プラススキップや、字幕の変更を、字幕を当てるというのもできるようになっています。ちょっとそのどんなふうな動作になるか見てみましょう。タグはですね、先ほど説明したビデオタグプラス Qpoint.js というオープンソースのライブラリなんですが、それを読み込んでます。特定の秒数、これはQpoint.js のトップページのスクリプトそのまま借りてるだけなんですけどね、特定の秒数に来たらこの字幕を表示と、まあ、日本語でも構いませんが、4秒だったらこの文字列というふうに指定することができまして、あとはビデオタグが書いてあるだけですね。はい、ではこれをChrome で見てみましょう。ネットワークから今動画をダウンロードしている状況ですね。ちょっと時間かかるのはしょうがないですね。で、今読み込み終わったのでここで再生すると。この一番下に字幕が出てまして、時間が経過するとこの字幕が変化すると。変わってますね、字幕が。この字幕の部分はビデオタグとは関係ないです。ビデオの再生している時間をリアルタイムチェックしながら、まあ、分かるんですけども、特定の領域に対して文字列を代入していると。で、スキップボタン、自分で作ったボタン、40秒に移動とか30秒に移動とかことも JavaScript API を使って普通に可能です。教育向けのコンテンツとかですね、プロモーション用のサイトとかではなんか使えそうですね。じゃあ違うブラウザーで見てみましょう。 IE9 はダメなかもしれません。 IE10 だとこんな感じで見え方がちょっと違いますね。
コントロールの見え方は全然違いますね。字幕に関してはちゃんと動いてます。嬉しいのはフルスクリーンのボタンがあるので、こんなふうにフルスクリーンで見れる。そうすると字幕どっか行っちゃうんですけどしょうがないですね、それは。はい、結構ビデオタグは優秀ですね。はい、では次の話題に移ります。キャンバス、2D の機能でございます。デルファイを使っている方、 C++ ビルダーを使っている方は T キャンバス使ったこと絶対あると思います。ペイントボックスに描画する。で、JavaScript の領域ではウェブブラウザの中ではですね、もともと Apple の MacOS 10向けのダッシュボードウィジェットっていうんですが、 Vista でも似たようなことができるようになりましたけども、かつて MacOS 10のダッシュボードウィジェット用に Canvas という JavaScript API が導入されました。その後の Safari 以外のブラウザーでも同様に使えるようになったんですね。例えば MacOS 10のダッシュボードウィジェットっていうのはこれですね。こういうHTML と JavaScript で作られたアプリケーションを、まあ、ブラウザーではないんですけども動かすようなフレームワーク、プラットフォームの上で、JavaScript が動いていると。で、描画ができる。で、先ほど言いましたようにこれは 3D じゃなくて 2D 向けの API が JavaScript で用意されているので、それを呼び出すだけ。さあ、でこの Canvas を使いたい場合にキャンバスタグを使うんですね。で、必ず名前を ID として名前を振っておきます。領域は最初500でもいいんですが、途中で変えることもできますし、サイズは自由です。まあ、それ以外にもその枠とかですね、カスケードしたりすると当てることもできます。で、ちょっと面倒くさいんですが、重要なのは JavaScript でそのキャンバスに対してアクセスするときに、キャンバスの領域をゲットエレメントバイ ID を使って取ってくると。戻り値が型がないので、なんかキャンバスの領域だなっていうのは分かるんですが、型はありません。そのキャンバスに対して今度は文字列、これ変なんですよ、文字列 2D を渡してキャンバスのコンテキストと呼ばれるものを取得しに行きます。はい、でキャンバスの領域、キャンバスが持っている 2D のコンテキスト、まあ、API を呼び出すために必要なんですね。で、これを使って線を描いたり、グラデーションとか塗りつぶしとか画像を回転させたりすることができると。プラス座標系というものも大事です。X と Y で、皆さんから見て左から右ですかね。通常の X と Y の座標がありまして、右に、左に、あ、まず右に、あと下に数字が増えていく座標系でございます。マウスのトラッキングに関しては、これは通常のウェブアプリケーションを作るときのマウスのマウスムーブとかダウンとかアップとかっていうのを普通にチェックしていただければ結構です。まあ、ピクセルの値で、クリックした場所などが分かると、まあ、これは通常の話ですね。で、今言ったそのキャンバスの機能なんですが、例えば IE6 とかまだ使っている方はいらっしゃると思います。 IE6 とか IE7 とか古いウェブブラウザーの場合には、この HTML5 のキャンバス 2D がサポートされていないので、どうするかって話ですね。抜き道がありまして、 IE6 の方であってもフラッシュキャンバスというものを使うと。で、オープンソースのものと商用の部分と2つエディションがあるんですが、フリー版でもできます。使います。フリー版を使っていただいて導入すると、 IE6 でも同じように同じコードで動いてくれます。キャンバス領域をフラッシュのエンジンでエミュレートしてくれるんですね。速度的には普通に問題ないです。まあ、最近パソコンも早いですから。で、今ご覧いただいているようなこのお絵描きソフトが、古い IE でもフラッシュキャンバス使えば、最新のブラウザーでも普通に使えると。で、モバイルのブラウザーでも普通に作れます。では実際動いているところを見ていただきましょう。